にちは。ここはどこですか？福岡県糸島市に来ております。今日ですね、やっぱり日本の4月、そうですね、4月の頭といえば桜じゃないですか。実はここすごいです。ずっと桜の道が続いているとこなんですよ。糸島市にあるんですけども、皆さんよかったら今度機会があると遊びに来てもらいたいですね。さあ、ここで問題があります。この桜の花、桜にも種類がありますよね。これは何でしょうか？わかりました。はい、ソメイノヨシノです。いや、江戸時代から続くこの伝統の木、実に本当に今日日本を感じております。これがもっとこう世界中、ヨーロッパ、南アメリカ、アフリカまで、いろんなところまでこの美しさが伝わっていくといいですね。